にちは、オッサム研究所です。日本では知らない人はいないと言っても過言ではないほど多くの人に愛されているスタジオジブリ作品。1984年に公開された風の谷のナウシカ以来、次々とヒット作品が生み出され、2001年公開の千と千尋の神隠しは日本における歴代映画興行収入1位を獲得しています。そんな数々の名作を世に送り出してきたスタジオジブリですが、その人気は今や世界にも、およびイギリスのメディア BBC でもスタジオジブリに関してたびたび取り上げられています。これまで BBC が注目し伝えてきたスタジオジブリとはどのような内容だったのかをお送りします。よろしければチャンネル登録、コメントをお願いします。トトロの描き方レッスン動画を紹介。ジブリの人気キャラクタートトロの描き方をスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏義がレクチャー。コツなどを教えるレッスン動画5月1日に YouTube で公開されました。この動画は名古屋市の子ども元気笑顔プロジェクトという取り組みの一環で、名古屋市出身である鈴木敏義が外出自粛などでお家で過ごす子どもたちに向けたものです。筆ペンを使ってトトロを描きながら目を離して描くのが一番大事ですと説明。わずか30秒ほどで可愛らしいトトロを描き上げ、お家でやれることなのでみんな描いてくださいと呼びかけました。この動画が公開された後、 BBC もニュースとして取り上げ、海外でも話題になりました。スタジオジブリの看板キャラクターともいえるトトロですが、その人気ぶりは海外でも同様のようです。英国のファンも歓喜。ネットフリックスで見られる。2020年2月、大手動画配信サービスのネットフリックスがアメリカ、日本、カナダを除く全世界にスタジオジブリの作品の配信を開始しました。スタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫氏はファンの声に耳を傾け、私たちの作品たちをストリーミングすることを決めました。世界中の人々がスタジオジブリの世界を楽しんでもらえることを願っていますと語っています。ネットフリックスのディレクターのアラム・ヤフービアン氏は、ネットフリックスと大勢の会員の夢が今ここで叶いました。スタジオジブリの作品は伝説に残るほどの名作ばかりであり、35年以上にわたって世界中の人々を魅了してきました。ヨーロッパ、アジア、中南米、アフリカの国々でこの幻想的な素晴らしいアニメーションの世界をより多くの人々に楽しんでもらえることがとても喜ばしいですと述べています。そしてこのニュースが発表されると SNS でも大きな話題となり、海外のファンからはネットフリックスでスタジオジブリが見られるなんて、配信が始まったら私は1週間ほど冬眠する予定です。なんだってみんなディズニープラスのことは一旦忘れよう。なぜならネットフリックスがスタジオジブリの映画を配信するのだから、といったコメントが上がっていました。また BBC ではイギリスのジブリファン3人にインタビューをするという特集を組んでいます。サラ・テイラーさんは16歳の頃、日本人の友人よりジブリ作品を紹介され虜になったといいます。ジブリは子供だけでなく大人でも楽しめる作品ばかり。これを機会にたくさんの名作を楽しむことができるようになることを願いますと話しています。また大のアニメファンであり、 BBC ラジオ番組のアシスタントプロデューサーを務めるローラ・ベイリーさんは、ジブリ映画をネットフリックスで見られるのはとても光栄なことです。数々の名作を見て人々はジブリの力と凄さの理由が理解できるはずですと語っています。ジェイク・カニンガムさんはジブリファンのためのポッドキャスト、ジブリオティークポッドキャストの共同司会者を務めているそうで、彼は1年半前にジブリを知り、毎週1作品ずつ全ての作品を鑑賞したといいます。とても大きな学びがありました。ジブリ映画の全てが大好きです。素晴らしい作品ばかりです。これは DVD を購入する必要があったけど、これからはネットフリックスで見られる。みんなジブリ作品を見てくれるのがとても楽しみですと喜びを語ったほか、ジブリ作品がどれほど時代を先取りしたか、これを機に多くの人たちが理解するに違いない。ジブリは環境問題やアイデンティティなど作品を通してたくさんのメッセージを発信してきました。欧米のアニメスタジオが20年経った今やっと追いつき始めたと感じていますとジェイクさんは語っています。中国でも公開前から人気があった。
2018年12月、中国で初めて隣のトトロが上映されました。デジタルリマスター版として上映され、日本で公開されてから実に30年の時を経て中国での公開が叶ったことになります。中国共産党機関紙人民日報は、当時あどけなく愛らしいキャラクターたちや純粋な心の人にしか見えないというトトロ、ファンタジックな物語が世界だと紹介。作曲家久石譲のサンドトラックが楽しい気分を盛り上げてくれる。また心に語りかけるようなメロディーに観客は幻想的な世界へと引き込まれていくと報じました。また北京日報では、子供は愛らしいトトロに自由に想像力をかきたてることができ、大人は幼い頃の記憶に帰ることができる、これはジブリ作品の人気が衰えない理由の一つだと伝えました。中国のあるウェブサイトでは、隣のトトロの人気ぶりに関連して、どうして日本のアニメは中国でもヒットするのかについて考察をアップ。日本のアニメは世界におけるアニメ界のリーダー的存在になりつつある。アメリカは 3D を中心としたアニメを展開しているが、日本は二次元アニメが主であり、しかし繊細かつ自然で美しく、ストーリーは人間的である作品が多い。これが魅力であると解説されています。そして BBC でも、公開から30年を経てついに中国の映画館で上映されることになったことについて特集しました。記事では南カリフォルニア大学東アジア研究センターの話を引用し、これまで外国映画についての厳しい制限があったことについて触れ、中国で日本の映画を公開することは日本と中国の政治的な関係が大きく関わっていると解説。現在は両国の政治関係が改善され、アニメを含んだ映画の共同制作を行っていますと専門家の言葉を引用し述べています。しかし DVD や海賊版ダウンロードなどで鑑賞したという人も意外と多いとのことで、中国 SNS Weibo ではこのニュースを受け、公開まで待てない、隣のトトロは昔 DVD で見た作品です、懐かしい、急に子供に戻ったみたい、いろんな感情が流れてくる、子供を連れて隣のトトロを見に映画館へ行きますといった喜びの声が上がっていたそうです。カリフォルニア大学の講師チャールズ・ソロモン氏によると、ジブリ映画は世界中で人気があるが、それは中国でも同様の理由であるとし、登場する人物はそれぞれ深みがあり、そして複雑です、ファンたちはキャラクターそれぞれに共感することができると語っています。世界中のファンが期待するジブリパーク、ジブリ作品の世界観を再現したテーマパーク、ジブリパーク、2020年5月現在、2020年秋に開業予定だと発表されています。2005年愛知九博記念公園で開催された愛知万博の理念とスタジオジブリの作品の理念が合致したことで、この場所での開業が決まったそうです。現在までに報じられている計画によると、パーク内は5つなのエリアに分かれているそうで、ジブリパークの象徴的存在の青春の丘エリア、ジブリ作品の展示やカフェテリアなどが集まるジブリの大倉庫エリア、サツキとメイの家を中心にトトロの世界が楽しめるどんどこ森エリア、主に体験の場としてのもののけの里エリア、ジブリの世界を複合的に楽しめる魔女の谷エリアがあり、耳をすませばの地球屋や、もののけ姫エミシの村、魔女の宅急便、ハウルの動く城のヨーロッパ風の街並みなど、まるで作品の中に入ったような空間が作られるようで、想像するだけでもワクワクしてきます。スタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫氏は会見で、新しい声を作りたい、テーマパークではありますがあくまでも公園です、予定地に行った時人間がいじってはいけない部分があると感じました、テーマパークの様子を少し入れ、自然を残しながら整備をしていきます、とても楽しみですと語っています。また宮崎駿監督についても、彼も今映画を作成中なんですが、ジブリパークはどういうものになるのか心配でしょうがないんです、ジブリパークについてとても気にかけている様子とのことです。 BBC もこの話題には早くから注目をしており、2017年ジブリパークの構想が発表された際に特集記事を組んでいます。記事では構想の概要や鈴木敏夫氏の発言などを伝えるとともに、ツイ
Twitter で上がっていた世界中のジブリファンの投稿コメントも紹介していました。このニュースを読んで涙が出そうになりました。冗談ではありません。とても幸せな気持ちです。子供たちのために資金を集めなきゃ。キャットバスに乗りたいのは子供だけじゃない。大人もみんな興奮します。日本のファンのみならず世界中のジブリファンが完成を待ち望んでいることは言うまでもありません。今や日本だけでなく広く海外でも愛されていると言えるスタジオジブリ作品、さまざまな文化や価値観を超えて世界中で受け入れられるというのは本当に素晴らしいことだと言えます。私たちが長年親しんできたキャラクターや作品の世界観など今後ますます外国の人とも共有できるようになるかもしれないわけで、なんだか嬉しく思いますね。いかがでしたか？皆さんはどう思いますか？よろしければチャンネル登録